装置。この先にある通路のシャッターを開くスイッチです。次のエリアへはその通路を通っていくのですが、安全のためシャッターは一定時間で閉じるので、通過するには高速移動手段が必要です。高速移動手段？この辺にライドベンダーはなさそうだし。どうやらやっとスタッグフォンが役に立つみたいだな。翔太郎さん？言ったろ、いろいろ便利になるって。こいつでその高速手段ってやつを呼び出すぜ。まあ見てなって。いよいよこいつの出番だぜ。いい風だ。このまま行くぜ。本当に若菜姫なのか。黙りなさい。キダリ、フートの仮面ライダー、お前だけじゃない。
かりました。準備は万端だ。なんで私を怒らせるの？確かあいつは左。どうやらここはとんでもないことになっているようだ。テルイ、お前どうしてここに？この島のことは警察でも問題になって密かに調査を進めていたんだが、所長から左とフィリップが仲たがいをしているから見に行ってほしいと頼まれた。仲たがい？普通なら放っておくところで、何しろ場所が場所だ。で、来てみたら今にも倒されそうなお前を発見したというわけだ。倒されそう？まあ優勢だったとは言えねえか。場所は確かにここだったんですが、間違いねえ。この装置にセットされてたんだ。それがないとなると、待てよ。ゼウスはコアエナジーでコアメダルも強化できると言ってたな。そうだね。だとするとここに恐竜のコアメダルがあったのはゼウスの研究のため？おそらくな。しかも間違いなく多くの犠牲を出す邪悪な研究だ。アイダ博士がゼウスの悪事を知ったとしたら妨害だってしたんじゃないか。そうか、だから危険なメダルは持ち去ったのかも。あ、そして次に向かったっていう港湾セクターの研究施設で知られた。もしそうなら早く回収しないと。先ほどの敵の撃破で
このセクターは解放されました。ゴーワンセクターへのゲートもこれでロック解除されているかもしれません。よし、先を急ごうぜ。ちょっとガメル、あんたメダル3枚も取られちゃったの？ごめんよ、メズル。しかもまたオーズに奪われたとは、厄介だな。やつが強くなってしまうからね。負ける気がしないね。
本気出してみようか。
Ура!